おはようございます。おはようございます。今日はね、カエノポイントという、ところにハイキングに行こうと思っていて、かなり遠いので、今セブンイレブンに寄ってアイスクリームを買おうとしています。すごいよ、日本のセブンイレブンと全然違う。売ってるものも一見ちょっと遠目は一緒そうに見えても違う。フローズンのドリンクが売ってるの。はい、どれ。あ、美味しいやつじゃん。あ、でもこれあれだよ、梅干し味だよ。もう聞いてない、質問したくせに。結局買ったのはこれ、なんかアメリカのピノみたいな感じでもね、全然まあね、美味しいけどね、やっぱりピノはすごい。こんな感じです。バニラの味がやっぱりピノはすごい。何味？ライム。ライム。あ、チョコボーください。リッキーシートベルトしてね、行くよ。おいしい。チョコボ食べちゃった。一個ちょうだい、ママにも。ありがとう。はい、着きました。ハワイって車で一周できるもんだと思ってたらいけないんですね。ここで終点ということで、一番最西端に来ました。カエノポイントっていう風にして Google とかで検索すると車で簡単に来れます。地元の人たちがたくさんいて、すごい静かなビーチがいっぱいあって、とにかく海がめちゃくちゃ綺麗です。調べたらここで降りてノースショアの方まで歩いていくことができるらしくて、もしなんかノースショアの方で車で待機できる人とかがいたら、なんかそれはそれで楽しいのかなって思うけど、なかなかそれは難しいので、私たちは行ったら帰ってきます。では行ってきます。ちょっとまだスタートしたばっかりだよ。何してんのよ。もうだいぶ駐車場からね、15分ぐらい歩いて今やっとポイントの入り口に来ました。飽きてる飽きてる。終わりじゃない、こっからスタートだよ。結構歩いたね。駐車場からね、入り口まで結構距離あります。ここが入り口です。本当だ、また見れるかも。やったー、リキュアルなしって書いてない。あ、すごいね、ここだよ。ほら、見えないよ。じゃあスタートします。行ってきます。歩いたもん、スタート地点まで。行きましょう。サプライズ。わあ、ちょっと待って、映ってない。
サプライズ。やばい。ありがとう。行きましょう。出る道を壊す。音聞いてて、そこの一緒にもびっくりしたな。ほら、なんか動物いるんだと思った。何なのこれ。そこに多分穴が開いてて、波が来ると空気がさ、こう送り込まれて音が鳴るじゃん。お、来たまた。ほら、本当だ。めっちゃ今すごいね。びっくりした。雲にめっちゃびっくりした。行きよ、行きよ。あれ、これほらトロッコの跡がある。ここ、トロッコって、あの電車、荷物運ぶ電車で、うわすごい、あれだ、あのや結局あの気になって降りて近づくことにしました。今降りてきたの、ここ。ママこのね岩だと思ってたら、ほらこれ、ね、これ、うわびっくり。あ、本当だ、見て見て、下見える、うん、見える、波が見えるよ。あ、チョコがビビリだ、ビビリチョコ。あ、風がめっちゃ風強い。近く、こんぐらい。あこれだったんだ、すごい。これ見える？めっちゃ顔見せない。ほら、ここからね、音が聞こえる。見えてきました。なんか金網みたいなのがあります。ここどうやって行くの、道がない。あ、上から行くのかな。さ、行ってみよう。あそこ道が崩れちゃったのかな。上にちゃんと道がありました。うん、暑い。バッタだ。あー、飛んでた。
風の音がちょっとうるさいかも。もう一回帰りに寄るそうです。すごい潮が。もうすごい日焼けで真っ黒。ここぜひ立ち寄ってください。はい、トレイルの入り口に着きました。往復3時間かかったね。ちょっと寄り道しながら。ああ疲ったね。足痛いね。もうね、駐車場までまたちょっと歩きます。楽しかったよ。ありがとう。楽しかった。楽しかった。あ、水泥棒。
時の写真があるのでちょっとお見せします。前回すごい神秘的でしょ。なになに、どこ、こうやってこうやって、あ、本当だハートだね。そう、ここに来て上からこう水滴が落ちてくるんだけど、なんかそれに当たると幸運が訪れるって言われてるらしいです。ね、ママね、ちょっと閉所恐怖症と暗所恐怖症だからこの先はいけない。いや、無理怖いもん。日焼けして真っ黒だな。ね、あ、しょくんも真っ黒だよ。めっちゃ顔赤くない？みんな顔真っ赤くて、リッキーも。僕高くなった。え？めっちゃ背伸びしてるけど。はい。おー、顔赤く。また YouTube アップしまーす。帰りぜひここパワースポット寄ってください。